こんばんは。フランケン劇場始まります。このチャンネルはみんなが面白いと思う動画を投稿していくからよ。みんな見てくるよな。はい、どうもフランケン劇場です。皆さんお元気ですか？本日はですね、動画でもちょくちょく登場してると思うんですけど、モノマネ講座をしていきたいと思います。まずは一つ目、ジャイアンのモノマネ。まあジャイアンのモノマネっていうと一番やりやすいのは、おいのび太、一緒に野球しようぜっていうフレーズなんですよね。でまあコツとしては、要所要所に濁音プラスアクセントをつけると誰でもできると思います。まあ濁音とアクセントをつけるポイントとしては、おとのとりたですよね。ではまず簡単に普通の声で濁音だけつけてやっていきます。ボイのびた、ボイのびた。皆さんこれを覚えてください。ボイのびた、ボイのびた、ボイのびた。はい、丸です。で続いてのステップとしまして、先ほど濁音をつけた棒とノーとターにアクセントもつけていきます。まあ、アクセントというのは、まあ、ボイスパーカッションでいうとこのベースっていう感じですね。ダン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 みたいな感じ。ボイドビタ、ボイドビタ、覚えてください。ボイドビタ、皆さんも一緒にボイドビタ。 OK です。あとはそれを早く言えば OK です。ボイドビタ、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 ボイドビタ。で続いて、一緒に野球しようぜなんですけど、そこも要所要所に濁音とアクセントをつけて、それを早く読めばできます。ポイントは初めのEと野球のや、そこに濁音とアクセントをつけます。びっしょに野球しようぜ、びっしょに野球し、びっしょに野球しようぜ。それではやってみます。びっしょに野、びっしょに野球しようぜ。それをもうちょっと低めの声で早く言うと、うびっしょに、うびっしょに野球しようぜ、うびっしょに野球しようぜ。で初めのおいのび太、一緒に野球しようぜをつなげて言いますと、おいのび太、一緒に野球しようぜ。おい静香ちゃん、一緒に遊ぼうぜ。続きまして、武田鉄矢。まあ、武田鉄矢さんの、モノマネっていうと、まあ、有名なところはやっぱり、はいおはよう、このバカチンガー、あの金八先生の名台詞ですよね。でモノマネのポイントとしては、はいおはよう、このバカチンガーのこの2フレーズの前に、コンマ5秒ぐらいで音程合わせをしてください。低めでね。はい、あとはもう巻き舌で、で音程合わせをして、あとはこの音程のまま巻き舌で言えばできます。はい、おはよう、バカキング、どうでしょうか。最後はジャイアンと金八先生2人の掛け合わせをやってみたいと思います。おい先生、おい先生、野球、野球の練、おい先生、野球の練習してた窓ガラス割れたぞ。あ、このバカチンガー、誰がこんなこと拾って言ったんだ。悪かったな、悪かったな、悪かったな、ごめんな。でも全部悪いのはのび太だぞ。
ピッピッバントゥースピッチゴー。